ありがとうございます。今紹介いただきました太田です。よろしくお願いします。で、今日は次世代シーケンスデータベースの使い方ということで、2時間ほどお時間いただきましてお話をさせていただくんですけれども、皆さん、コンピューター、ネット、今インターネットにつながってますか？つながっています。いない人、いない。パスワードとネットワークの ID が横の壁に貼ってあったり、後ろのスタッフの方に尋ねていただければつながると思いますので、そちらを、お願いします。で、私の、講習の方ではそれほど課題とかそういうものを出して、これやってくださいとかっていうふうにはしないんですけれども、前の方でちょこちょこ画面を使いながら、お見せしていくので、無理せず、見ていただくだけでも構いませんし、ちょっとできそうかなと思ったら、ご自分のですね、手元のコンピューターでも、操作してもらうと、よりいいかなと思います。で、これ今日の、講習会のページですね。講習会のページのこの講習資料はこちらというところをクリックしていただくと、あれ？よいしょ。こういうページが開きましてですね。で、またプログラムがあって、で、ここの、次世代シーケンスデータベースの使い方というところをクリックしていただくと、今日の私の、講義の資料が出てまいりますので、こちらを、見ながらやっていこうと思います。で、事前に参加者の方からアンケートを、に回答していただきまして、次世代シーケンサーについてどれぐらい触ったことありますかとかっていうような質問をさせていただいて、回答いただいたんですけれども、半分ぐらいかな、もうちょっと意外と全然触ったことないですという方と、もうがっつり使って解析をしてますという方と、割れてましたので、今回の講習ではですね、大体半分ぐらいの時間を使って、次世代シーケンサーの基礎的なところから、お話をしようと思っています。ですので、結構もう我々使ってるよっていう方には、ちょっと最初の方は退屈かもしれないので、そういう方は後ろの方を先にどん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 読んでいっていただいて、出てくるウェブサイトを試していただいたりしても全然大丈夫です。で、基本的にこの資料を読めばなんとなく分かるような感じで、資料を作ってますんで、先に進んでもらっても大丈夫ということで、始めさせていただきます。でですね、私、先ほど紹介していただきましたけれども、情報システム研究機構、データサイエンス、共同利用基盤施設、ライフサイエンス統合データベースセンターって、すごく長い名前の、所属なんですけれども、これが遺伝学研究所とか、そういう元国立の研究所と同じ、姉妹組織みたいな感じでですね、研究所としてあるデータベースセンターで、この講習会を、やっている NBDC とは、なんて言うんでしょうね、いとこみたいな感じなんですかね。こっちの、センターの方が先にできていて、で、ライフサイエンスのデータベースの統合の事業をやっていたのが、NBDC に引き継がれて、で、我々は今何しているかというと、主に技術的な、ところですね。データベースいっぱいあって、それをじゃあいろんな使い方をしましょうといったときに、技術的に難しい部分を、研究開発でサポートするっていうようなことがミッションになってます。で、私そちらで、このセンターで、主に次世代シーケンスデータベースの、次世代シーケンスに関連するデータベースの話をずっとやってきています。でですね、今日の概要なんですけれども、次世代って言ってるその新型 DNA シーケンサーですね、から得られる、データと、それから、それに基づく生物学的なデータの、を公開しているデータベースについて、それからそのデータベースからどうやってデータを取ってきますかというところを、手順を、ご説明したいと思っています。で、講習の流れは以下のようになっています。まず最初の方でですね、新型シーケンサーとは、何でしょう、どんなものでしょうというか、どんな機械がありますか、どういうふうに使われてますか、どんなデータが出てきますかっていう話を、最初に説明して、その後に、じゃあそれに関連するデータベースっていうのはどういうものですかっていうことで、データが登録されるまでの流れ、それから、一次データレポジトリ、この一次データ、二次データっていうのは、これから説明しますけれども、データレポジトリと一次、二次というふうに分けて説明をします。あと、
この私の講習の後にですね、データの解析についての講習があると思うんですけども、私の方では最後にちょっとだけ何て言うんでしょう、参考資料みたいなものを紹介するということで、やらせていただこうと思っています。でですね、早速なんですが、ちょっとアンケートさっき聞いたって言ったんですけど、この中で次世代 C 検査を今現在研究で使っている方いらっしゃいます？結構いらっしゃいます。何に使われてます？マイセック。で、ゲノムですか？ RNA セックですか？ゲノムですか？ゲノムのシーケンスをやってるっていう方いらっしゃいます？結構多いですね。RNA シーケンスをやっていらっしゃる方、はい。その他はいない。例えばじゃあメタゲノムとかやってるみたいな方いないですか？あ、いないですね。意外と、もうちょっと、なんかこれ、似たような内容で、先々週ぐらいに京都でもやったんですけど、そちらだともうちょっといろんな、バリエーションというかですね、いろんな方がいらっしゃったんですが、ということでちょっと今日はやりやすくなったんですが じゃあ全然触ったことがないという方いらっしゃいますか？全然触ったことはないが、ちょっと興味はある。興味がなかったらちょっとね、聞いてもしょうがないんで ありがとうございます。使われた方からすると、この辺はちょっと本当にもう今更何を言ってるんだという話なんですけれども、じゃあ改めて説明しますと、今日タイトル次世代 C 検査のデータベースっていうふうに書いてますけれども、もう次世代って言われ始めてもう5、6年じゃないですね、7、8年ぐらい経って、もう全然次世代ではなかろうというふうに言われておるところであります。で、まあ、次世代とか言われたり、あとは超並列 C 検査とか、まあ、この講習のテキストの中では新型 C 検査とかっていうふうに、呼んでいます。で、次世代 C 検査とかっていうふうに、例えばネクストジェネレーションシーケンシングとかっていうふうに書くと、最近だとジャーナルによっては、もう次世代じゃないからこの書き方はやめてくれみたいなことを言われるような話があるそうでして、まあそういうことで結構、いろんな、なんて言うんでしょう。やっぱ書籍とかは次世代って書いてて、こういう講習でもやっぱりこの方が伝わるからって言って次世代 C 検査って言ってるんですけども、実際もう次世代じゃないですというふうに、こういうふうには説明してます。で、定義っていうのは、まあ具体的には、まあこれは次世代っていうのは、まあ言ったもん勝ちバズワードみたいなものなので、あんまり明確な定義というのは ないんですけれども、基本的には参加法の C 検査、シンケンシングの以降に、2000年代中頃、まあ、2006年、7年とかぐらいからですね、から登場した、新しい DNA シーケンシングの技術の総称というふうに、理解しておいて大丈夫かなと思います。で、新型シーケンスというふうに次世代と言われているものはですね、すごくいろいろシーケンシングの、原理にはいくつかバリエーションがあって、全部同じ原理で動いているわけではないんですね。で、まあ、そのシーケンスの、原理とか、その原理を使った、シーケンスの機械とかいろいろバリエーションがあるんですけれども、代表的というかよく名前を聞くのが、この、まあ、名前書いてるもの、イルミナとか、あとアイオントレント、ロシュ454、パックバイオ、ソリッドとか、いろんな、これは、まあ、シーケンスの機械を作ってる、まあ、会社であったり、まあ、その、ブランドの名前ですね、になってます。で、それぞれちょっとずつ違うんですけれども、大体もう全部次世代シーケンサーというふうに言って、説明をされます。で、具体的にそれぞれどういうふうにシーケンスの、をやってるかというのは、ここに示してます、レビューに詳しく図も入って書いてありますので、もしご興味のある方はこちらを、読んでいただければと思います。おっと、データが、消えてますね。すいません。多分ネットワークがの問題で画像が読み込めてないような気がするんで、皆さん手元の すいません、資料の方では画像出てますか？出ています。出てない人。出てない人はいない。僕だけですかね。リロードしてみよう。あ、インターネットが消えてる。ちょっとすいません。よいしょ。
すいません。ということでですね、今、いくつか原理がありますと、次世代シーケンサーと一言に言ってもいくつかありますよというふうに言ったんですけど、説明したんですけれども、じゃあ実際どういうふうに使われているかというところから、お話をしていきたいと思います。で、これももう、もうすでに使われた方にはもう当然のように、思われるかもしれないんですが、使ったことない方はもしかするとちょっと、ピンとこないかもしれないと思うんですが、基本的には DNA のシーケンサーですから当たり前ですけど、サンプルの DNA を機械に放り込むと、データとしてシーケンスの配列が出てくるというようなものでは間違いないんですけれども、これまでの三眼法のものとは違ってですね、新型のシーケンサーっていうのは、長い配列が、読めるものもあるんですけど、基本的に最初の方に出てきたものは長い配列が読めない代わりに、何本もの、何百万何千万本もの、DNA の塩基配列を、並列に読むっていうことで、たくさんの DNA のシーケンスを読むっていうようなことを実現しているものになります。ですので、抽出した、サンプルから抽出された DNA っていうのは、一度断片化、フラグメンテーションを行って、で断片化された DNA をシーケンサーに、入れるっていうふうな、ステップを最初に行う必要があります。ですので、サンプルから出てきた、DNA の配列、これ分子だと思っていただければ、そのバラバラにこう短く切ってですね、で短く切ったものを大量に、並列に一気に読んでしまうっていうのが、次世代シーケンスの、たくさんゲノムを読むっていうアイディアのベースになっています。で、ここから断片化した DNA を読むので、で出てくるデータも全部断片化されてるんですね。でこの、断片化された配列を、我々というか、NGS の、解析の時によく出てくる用語なんですけれども、これをリードっていうふうに、呼んでいます。で当然バラバラに切ったものをバラバラに読んで、でバラバラに出力するので、でそれだけ出てきた最初のシーケンサーから得られた最初のデータは全部バラバラになっているので、それだけ見てもただ塩基配列がたくさん出てるっていうふうにしか見えないので、そのまま何がしか、じゃあ例えばゲノムの変異とかが分かるかっていうのはそのままでは分からないんですね。でそうすると、じゃあどうすればいいのかっていうと、この断片化されて入力されたものを元の配列に復元するっていうようなことをしなければいけない。で、これには2つ、方法があってですね、ここ左からシーケンスをやって、でリードが出てきます。で上と下2つ、方法があるんですけど、上は、デノボアセンブリーとかアセンブリーとかっていうふうに言われる、シーケンスアセンブリーと言われるんですけれども、短い配列の、共通の部分をのりしろのように貼り合わせて長くしていって、元の配列に、つなぎ直すというような、ことをやります。で、これは主に新規のゲノム配列を、解読、新規の、ゲノムの生物のゲノムを、解読するような時に、行われるような手法です。で、もう一つ下の方にあるのが、これ、リファレンスアライメントって書いてありまして、で、これはどういうものかというと、すでに例えば人とかマウスとか、ゲノム、解読されてまして、で、これが、公開されているわけです。で、その、ゲノム配列をリファレンス、お手本として、で、それに対して、マッピングって言って、リードを一個ずつ当てていってですね、元の、配列に、復元していくというようなことを、やるものになります。で、アセンブル、リファレンスアライメント、どちらにしても、この、復元というふうに今呼んでいますけど、厳密には復元で、完全に復元できるわけではないですけれども、こういった、処理を行った後に、そこから例えば、じゃあ、リファレンスのゲノムとどこが違うかという多型検出をしたりとか、例えば RNA のシーケンスであったら、リードがどれぐらい張り付いたかということで、発現の分子の定量をしたりとかですね、あとはサンプル間で比較をしたりとか、そういったことをやって、研究データとして活用していくというようなことになります。
で、この図は、アセンブル、をやる、リファレンスアライメントをやるって言って、こうデータが出てきても、その後さらにまた、作業をしなければ、生物学のデータとして使えませんというふうなことを、示しているわけなんですけれども、例えばここですね、新規の、これまで読まれていなかった、例えば、生物のゲノムを読みましたと。で、それを、リファレンスないですから、ゲノムがないですから、その出てきた、リードをこうずっと貼り合わせて元の、ゲノムの長さに復元していく。で、復元していったら、それでも全部完璧につながるということはなかなかないので、例えばその、ギャップをクローズするような、ことであったりとか、あとはそこをつながったところから、遺伝子の、予測をするとかっていうようなことを、進めていって、ゲノムの解析、ゲノムの解読っていうようなことを進めていくわけです。で、さらに下の方ですと、先ほど申しましたように、多系の解析をしたりとか、カウントをして、いくつぐらいそのリードが張り付いたっていうのをカウントしたりとか、あとは、ピークコールって言ってですね、転写因子が張り付いているところを、探すような、例えば、そういうような作業をしていくわけです。ですので、こういったシーケンサーのデータを使うというと、サンプルをドンと入れて、シーケンスドンとやって、データがドンと出てきて、じゃあそれをそのままこうポンと使えるかというと、全然そんなことはなくてですね、目的に応じていろいろな処理をやって、で、最終的にデータとして使えるというふうに処理をしていく必要があります。で、すいません。よく新型のデータが出てんだけれども、解析のやり方がよくわからないよというふうに相談されることとかってあるんですけれども、じゃあどういうものが見たかったんですかとか、どういうことがやりたかったんですかっていうふうにお尋ねすると、いや、読んだら何か出てくるんじゃないのみたいなことを 言われることもあってですね、読んだら確かに何か出てくるんですけれども、その何を目的に読んだかによって、その後にやることが全然違うので、そういう意味でですね、最初にやっぱり目的がちゃんとしていないと、その後何をやっていいか分からなくなるっていうのが、一般に言う、その次世代シーケンスはデータの解析が大変らしいよというふうに言われている原因の一つはここなんじゃないかなと、個人的には思っています。ですので、いろんな用途に使えるというふうなことを謳われているわけなんですけれども、目的がなければ何をしていいのか分からなくなりますし、そういった意味では、シーケンスのデータの解析の部分について知ることも大事なんですけれども、何を、見たいから、どういうシーケンスをするっていう実験のデザインとかもかなり重要になってくるというふうに、覚えておいていただければいいかなと思っています。で、今この具体的にというか、どういうふうにデータが出てきて、どういう処理をしなければいけないかというようなことを図でお示ししたんですけれども、先ほど1次データ2次データとかっていうふうに言ったかと思うんですが、この講習ではですね、シーケンサーから出てきたばっかりのリード、まだそのままでは何もよくわからない、ただ大きいファイルのことを、1次データというふうに呼んでまして、で、その後、アセンブリーであったり、リファレンスアライメントであったりということをして、配列の復元をする。で、出てきたデータ、それからその後もですね、そこに注釈付けをしたりとかですね、多系のコールをしたりとかっていうようなことをしたデータのことを二次データっていうふうに、ここでは呼んでいます。で、この次世代シーケンス、いろんな、解析のステップがあるので、その間で、データが出てくるんですけれども、そのデータを、なんて呼ぶかとか、例えば、この部分の解析のことをですね、何と呼ぶかというのは、例えば書籍であったり、こういう講習をしたり、人によって結構言い方が違うので、その辺、何をもってして一次データとか、何をもってしてっていうのは、あまり、ないので、こういうような流れがあって、そのステップごとに、データが出てきたり、解析のステップがあったりするということを、覚えておいていただければと思います。で、先ほど、ここ1次データ、2次データというふうに言いましたけれども、これも私の講習でだけなんですけど、このリードを復元するためのアセンブリ・リファレンス・アライメントというものを、データ処理、データプロセッシングというふうに呼んでいて、で、そこから出たものに、いろんな生物学的な注釈をつけていく部分をデータ解析というふうに、呼んでいます。でも、これは繰り返しになりますけど、この講習だけなので、こういうステップバイステップでいろんなデータやステップがあるっていうことを、覚えておいてください。
で、なんでこんなにくどくこの講習ではこの講習ではっていうふうに言っているかというと、この後に出てくるデータベースの話なんですけど、この部分のデータをたくさん溜め込んでいるデータベースの紹介をまずして、で、この部分、ちょっと処理をした後の、データをダウンロードしたりするデータベースというのを紹介します。で、ちょっと先に説明してしまいますと、ここにあるもので、この形式のデータをこっちの形式に変換する、このステップですね、アセンブリー、リファレンスアライメントのステップっていうのは、データによってはすごくコンピューター、大きいコンピューターで何日も計算しなきゃいけなかったりすることがあります。ですので、データベースからこっちが取れるのであれば、こっちを取っちゃった方が楽は楽というふうに、思います。ただもちろん、自分でこのステップをちゃんとやりたいとか、自分の、使ってる、ソフトウェア使ってやりたいとかっていうようなケースはこちらを、使うというふうにするために、1次データ、2次データというふうに呼び分けをしています。で、ここにも書いてますけど、1次データ、2次データというふうに、呼んでまして、で、1次データを、処理するのがデータプロセッシング、処理でデータ、その後がデータ解析と。いうふうに言ってるんですが、これまでこういろ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 言ってきましたが、一連の流れをじゃあどういうふうにやるんですか、どういうふうにというか、具体的にはどういう作業をするんですかって言いますと、サンプルを取ってくるのはラボワークで、フィールドの場合もあるかもしれないですけど、サンプルを取ってきて、で、DNA の抽出をする、あとは先ほど説明した断片化ですね。DNA の断片化をしてっていう、DNA をシーケンサーに入れる前の調整の段階は、当然ラボワークになります。で、それに、シーケンスをかけて、で、入れて待って。で、シーケンスのデータが出てきたら、データの処理をして、データの解析をして、大体テーブルであったり、フィギュアに、プロットですね、を作ってフィギュアにするというようなことになりますけども、ここの、作業はもう全部コンピューター上でやるというようなことになります。で、コンピューターの、を使ったデータの処理は、この数年でだいぶいろんなソフトウェアであったりとか、あとはそのコンピューターの、なんていうんでしょう、プログラムを書いたりとかですね、誰かが、いろんな研究者の方が開発して公開しているプログラムの、を使ってですね、やるっていうやり方が、この後の講習でもあるかと思うんですけれども、たくさんいろんな、やり方が出てきています。それでもやっぱり単純に、データの処理に時間がすごくかかる場合もありますし、データの使い方が結構難しいと、ここに時間がかかったりもします。ですので、データが出てきたらこうちょいちょいと、できるかというと、意外とそういうことはないというふうに考えていただければいいかなと思います。で、よくお尋ねされるのが、じゃあここのシーケンサーから出てきた後、解析にコンピューターが必要だっていうふうに言われるけれども、じゃあどれぐらい大きいコンピューターじゃないといけないんですかというのはよく聞かれるんですが、これは本当にケースバイケースでして、ここにも書いておりますけれども、例えばサンプルがどれぐらい数があるかとか、データがシーケンサーから出てきたデータのサイズがどれぐらいの大きさか、それからサンプルの生物種のゲノムのサイズがどれぐらいかとか、そういったような要因によって、ちょっとずつ変わってくるんですけれども、大体もう本当にざっくりなことを言うと、バクテリアのゲノムとかをやるときは、ちょっと大きい、なんて言うんでしょう、デスクトップの大きいマシンでも、できるときはありますし、逆にその人のサンプルがたくさんあるとかですと、もうちょっとスパコンとか使った方が早いよねっていうような、大体そういう規模感になります。だからそのあたりは、論文とかでですね、こういうコンピューター使いましたとかって書いてあることってあまりないんですけれども、国内の研究者とかでですね、似たようなことをしている人に、似たような生物種を使っているとか、そういった人たちに、どういう計算機使ってますかっていうふうに聞くのが、一番確実といえば確実かなと思います。と、ここまで、話をしてきたんですが、何か分かりにくいこととかありますか？ちょっと話すのは早い。そんなことないですか？大丈夫ですか？先日の講習会のアンケートでですね、話が、なんていうんですか、
1分あたりの情報量が多いっていうふうにアンケートで書かれてですね、話の内容が充実してたってことかなと思ったんですけど、よくよく考えたらそれ多分話が早いっていうことなのかなと思って、ちょっと今日はゆっくりめにと思ってるんですが、全然ゆっくり喋れてなくてすいません。ちょっとね、お昼ご飯食べたすぐで話ばっかり聞いてて眠くなりそうで申し訳ないんですけど、もうちょっと話っぽいことが続きます。で、じゃあ、話を聞くのには変わりはないんですけど、この図がですね、これが何の図かと言いますと、これ全部機械載ってるのがいわゆる新型シーケンサー。ね、全部っていうのはちょっと嘘で、ここに書いてあるのがこれサンガーシーケンサーですね。で、いろんなシーケンスの機械がシーケンスの、ブランドごとに出ていて、で、皆さんもいろんな、例えば学会のブースとか行くと大きい機械置いてあって新型シーケンサーありますみたいな、こう叩き売りをして、叩き売りじゃないですね、紹介をしてるところを見たことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけども、今これだけたくさんの種類の、ものがありまして、で、これグラフの、ドットと線の色がですね、色が同じだったら、シーケンサーを作ってる会社と、シーケンスの原理がですね、同じと考えていただければいいかなと思います。で、これ横軸が、ログスケールの、リードの長さ。なので、断片化しないと、長く読めませんっていうふうに最初にご説明したんですけれども、右の方に行けば行くほど長く読めるという意味で、この3側のシーケンサー、だいたい700とか800とかぐらいかなと思うんですが、それよりも長く読める、新型シーケンサーっていうのも実はここの辺に出てきています。で、パックバイ ORS とか、このミニオンとかって言われているようなものが、それに当たります。で、縦軸が何かというと、これがギガベーシーズパーラン。ランっていうのが、シーケンサー1回ボンと押して、ボンと出てくるまでの、ワンランっていう、いわゆる1回分のシーケンスっていう意味で取ってもらえばいいと思うんですけれども、これもログスケールで上に行けば行くほど、大量のシーケンスが出てくると。で、本当に2008年頃に、次世代シーケンサーがついに実用化したって言われてた頃に出てきてたのが、この GA2 とか、この GSFLX の前のやつかな。454っていう風に言われてたやつとかが、最初のものなんですが、それからどん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 こう右肩上がり、右上方向に、スペックが伸びていると。つまり、どんどん長く、リードが読めるように、だから断片も短かったものが徐々に長く読めるようになっていて、しかも、出てくる配列の量もどんどん増えていくというような、図になっております。で、人のシーケンスとかだとよく使われるのは、ハイセックとかだと思いますけど、先ほどお答えいただいたマイセックが、ここに、この赤いラインですね、ここにおります。で、マイセックっていうのは多分最初かな？の方に出てきたベンチトップっていう、ベンチの上に置けるぐらいの大きさのちっちゃいシーケンサーっていうふうに紹介されて、いることが多いんですけれども、これが大体このぐらいのスペック。で、どんどん上の方の機種に行くと、もっともうオーダーがどんどん変わって、どんどん、伸びていく。で、このハイセック X っていう、この一番上の方にあるものなんですけれども、これが何て言うんでしょう、長いこと人類の夢だったと言われていた、1000ドルゲノム。1000ドルで一人分のゲノムを解読するっていうのを最初に成し遂げたシーケンサーだというふうに宣伝をされております。で、1000ドルで一人分っていうから、じゃあもうすごいシーケンサーなんだろうなと思って、実はその、なんでしょう、プレスというか、ちょっとトリックじゃないですけれども、インチキでもないですね。このハイセック X を10台並べて、10台でこうたくさんの人のこうし、えーと、ゲノムをこう全部一気にダーッと読むと、1人分のコストは1000ドルぐらいになりますっていう、なんかこうたくさん並べてこう、全部ドーンでやれば1000ドル切りましたっていう、ちょっとなんかインチキなんじゃないのっていう感じもするんですが、そういうようなものになります。で、ただ、これも、今世界でどれぐらい入れてるところがあるか、ちょっと最新の情報はちょっとわからないんですが、これがですね、本当にたくさんの、ゲノムが読めるっていうのもそうなんですが、これだけたくさん、ゲノムの量が読めるっていうことは、たくさんの、
サンプルにですね、バーコードをつけてこう全部一気に読めると。で、そうすると1人当たりの、シーケンスのコストが安くなるということで、例えば何百人、何千人とかの、人の、全ゲノムを全部、解読するとかっていう大きいプロジェクトなんかでは、こういったシーケンスを使うと。で、使ってコストを下げて、どんどんたくさんの人のゲノムを読めるようにするというようなことを、やっています。で、他に、ちょっと、この図面白いので、なんかいろいろ見ていくと、ここの、ミニオンっていうシーケンサーがここに書いてあるんですけど、このミニオンって知ってる方いらっしゃいますか？あ、はい、ありがとうございます。知ってる方。これがですね、これ図、なんだこれっていう感じなんですが、大きくなるかな。これがですね、よいしょ。あまり大きくならないです。これ手乗りシーケンサーなんですね。これ人の手で、これに持ってるのがシーケンサーです。で、これが何かというと、もしかしたらニュースとかで耳にした方もいらっしゃるかもしれないですけど、これは噂の USB シーケンサーっていうやつですね。コンピューターの USB にぼちっとこう挿してあげて、で、これにサンプルをボンと入れるとシーケンスをしてくれるという、魔法のちっちゃい箱なんですけど、実物がですね、だいたいこの iPhone の一回りちっちゃいぐらいですかね。全然本当に手に乗るぐらいの大きさなんですけど、これもまたいろいろ注目をされていて、例えばフィールドでサンプルを取ってすぐそこで調整してシーケンスをするなんていうケースにも使われているという話ですし、例えば、なんか記事では何かこう病気がこう感染症が起きた時にそのウイルスを単離してすぐシーケンスをするラボに持って帰ったりする必要がないので、その場でシーケンスをして、例えばウイルスの変異を同定するとか、そういったように用途に使えるだろうというふうに言われていました。で、一般に売り出されたのが去年ぐらいからだと思うんですけれども、まだまだ出たばかりのシーケンサーで、それほどたくさんの人が使ってるわけでもないですが、いろんな人が、注目をしている技術であります。で、もう本当にこれだけたくさんあってですね、で、これも2016年、7月だったかと思うんですけど、はい、2016年7月ですね、2016年7月時点での、機械の比較なんですが、これがその前の年とか、その前の年とかになると、またちょっと違うんですけれども、これずっとブログで、こういうプロットを、これ全部基本的にはその会社が、それぞれのシーケンサーの会社が出している、交渉のスペックを、プロットしているものなんですが、こういったものを、ですね、ずっとアップデートしていて、で、毎年毎年こうアップデートするたびに、どん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 こう上の方に、行っていってですね、で、すごい本当に最そうですね、1年とか2年するともう全然状況が変わっちゃうような、ものになります。なので、例えばいろんな資料であったりとか書籍であったりとかをですね、見て調べていると、例えば情報がちょっと古くなったりとかしてる、こともあり得るということを、覚えておいていただければと思います。で、シーケンスの機械にもいろいろあります。で、最初のにも言いましたけれども、目的によっていろんな使い方ができるのが、新型シーケンサー NGS の、いいところというか、特徴ですというふうに、紹介したんですけれども、それがどういうことかというと、DNA を、どうやって抽出するか、どういうサンプルから抽出するか、抽出したものに例えばバーコードをつけるとか、いろんな、工夫をすることでですね、シーケンサーのこの売りである並列度が高い、たくさん断片が読めるっていうようなことを使ってですね、いろんな分子の計測をすることができると。で、ゲノムをシーケンスする場合だけではなくてですね、例えばエクソン領域だけを、プライマーで増幅させて、で、その部分だけ、DNA シーケンサーに入れて、エクソン領域だけを全部シーケンスするとか、これエクソームシーケンスというふうに言われるものですけれども、例えば、メッセンジャー RNA を、釣ってきて、で、それを逆転写した DNA の配列を全部シーケンスする、RNA-Seq とか、あとは、クロマチン免疫鎮行で、転写因子がですね、くっついていた DNA の領域だけを読んできて、転写因子がどこにくっついてたかっていうようなのをゲノムワイドに調べるチップセックであったりとか、本当にたくさんいろんな種類があります。
で、これがですね、これさっき紹介したイルミナっていうシーケンサーの、メーカーが出してる表なんですけど、ここにこういろいろこうちっちゃく図でいっぱい書いてあるんですけど、これ全部別々のなんとかセックっていうふうに言われてるシーケンサーの、に入れるための DNA の調整の方法なんですね。で、本当にもうたくさんあって、やっぱり一般的によく、されているのが、ホールゲノム、全ゲノムのシーケンスであったり、RNA セックだったりするんですけれども、それ以外にもすごいたくさんいろんな方法が、あります。で、これ、もう本当にとてもじゃないですけど、全部紹介できないんですが、いろんな、手法が、DNA 調整の手法が作られるために論文として発表されていますので、興味のある、例えばまだ、学会とか行ってこういうシーケンスしてますっていうような人に話を聞くとか、その元の論文を当たるとかっていうようなことを、されるのが一番いいかなと思います。でですね、で本当に数がありすぎてどうしようもないんですが、代表的なものっていうのは、よくやられているシーケンスっていうのももちろんあってですね。で、それを紹介している日本語の書籍が、これは、2014年だからもう2年前ですね。2年前なんですけれども、こういう本が出ています。次世代シーケンス解析スタンダードっていう本なんですけれども、これは代表的なシーケンスの、処方については全部網羅されていて、でサンプルの調整からデータの解析まで詳しく書いてあるので、もしいろんなシーケンスの手法があるけど、実際どれがどういうことをやっていて、どういうデータが出てくるのかとか、何をしたらいいのかっていうのが分かんないよっていうような方がいらっしゃいましたら、この本を買っていただくといいかなと、個人的にはおすすめしているものになります。で、ですね。で、次に、じゃあ、たくさん機械がありますと。で、たくさんアプリケーションもありますと。でも、本当にいろいろあるというふうな、ことの後にでですね、またいろいろある案件なんですけれども、今度は出てくるデータの種類というか、データについてなんですが、この講習では、こうやって説明をした後に、あとこれからデータベースを実際にちょっと見ていって、こういうふうにデータが入ってますっていうのをお見せしていこうと思うんですが、その前にちょっとだけ、データについてですね、この後の講習では実際にここに出てくるような、フォーマットの、データを実際にご自身で触ってもらうようなことになるかと思うので、その際に改めて、説明もあるかと思うんですが、ここでは簡単に説明をします。で、さっきの図に戻りまして、これシーケンサーから出てきて、おっとと。リードが出てきます。断片化された配列が出てきます。で、これからだと分からないので、じゃあアセンブリーをします、アライメントをしますというふうにするんですけれども、この最初に出てくるデータがですね、一般的にシーケンサーからこの、どのシーケンサーから出てきても、大体この、フォーマットに変換されてから使われることが多いという意味で、最初に出てくるデータはこのドットファスト Q というふうに、我々呼びますけれども、こういうフォーマットがあります。で、このファスト Q っていうのは、Q はクオリティの Q で、配列とクオリティの情報を含む、それぞれのシーケンスの、塩基を一つずつこうベースコールした時のどれぐらいの角度で、ベースコールしましたっていうクオリティを含む、データになります。で、それを、アセンブルすると、これは、ブラストとかでおなじみのファスタ形式に、なって出てきます。で、当然、リファレンスのゲノムのデータも、最初はファスタ形式で、入ってまして。で、これも、ソフトウェアによってはちょっと加工する必要はあるんですが、これを、入れると、今度は、アライメント、どのリードがゲノムのどこに、アライメントされたかっていうような情報を含む、サムフォーマット。で、またサムフォーマットを扱いやすくしたバムフォーマットっていうものが、出てきます。で、さらにこの後いろんな解析をしていくと、またこう別のフォーマットでですね、に変換されて、で、そのたんびにこう、読み方というか、拡張子がですね、あと、フォーマットが変わっていくので、新型のシーケンサーのデータをいろいろ扱っていると、フォーマットが本当にたくさん出てきて、結構大変です。ですが、解析をするときに、例えば、このファイルを見たときに、ドットファースト Q、じゃあこれは断片のリードの情報だねとかっていうのが分からないとなかなか、ちょっと厳しいので、分からなくなったときにどこを見るかっていうようなのをちょっとご紹介したんですが、本当にたくさんあるんですが、このですね、ゲノムブラウザでおなじみの、カリフォルニアサンタクルスのですね、
UCSC のページがあります。もしお手元でコンピューターある方はアクセスしてもらえばいいと思うんですけど、こんだけフォーマットがたくさんいっぱいあるんですね。で、ちょっとうんざりする感じなんですが、例えば、先ほど紹介したファスト級フォーマットというのがここにあります。で、あとファスト級フォーマット別のページに行けておりますね。別のページに行くと、こういうふうに、説明があります。これがファイルの中身ですね。例えばこんなふうに入ってますよっていうのが紹介されます。で、ちょっと一個一個説明すると、また時間がかかってしまって、また話ばっかりになってしまうので、ここでは、飛ばしちゃいますけれども、大体このページに来ると、フォーマットの詳しい何行目に何が書いてあるとか、どういうような情報が入っているっていうことが書いてありますので、迷ったらこのページに、行ってもらえるといいかと思います。大体、でも、そうですね、NGS フォーマットとかって言って Google で検索すると大体このページに行き着くんじゃないかと思うんですが、まあ、メモしておいていただいても、お気に入りとかに入れておいていただいてもいいかもしれません。ということで、まあ、データもたくさんあります。機械もたくさんあります。機械に入れる、DNA を工夫するといろんなことが読めますと、本当にいろんなことがありますしか言ってないんですけれども、ここまででざっくりと、新型シーケンサーの概要なんですが、ここまででわからないこととか、あれは何だとか、これは何だとか、こういうこと聞いたことがあるけど何だとかっていうのがもしあればお受けしますが、何かございますか？大丈夫ですかね。ちょっと話ばっかりで眠いですか。大丈夫ですか。はい。ということで、じゃあこのまま行こうと思うんですけれども、じゃあデータベースとはということで、やっと今日の講習のですね、タイトルの方に戻ってくるんですけれども、データベースというと、まあ、データベースになんかいろんな検索をして情報を取ってくるとか、データを取ってくるとかっていうようなことを、まあ、するもので、当たり前ですけどあるんですけれども、データベースにデータがあるってことは、そのデータベースにデータを入れる人がいるということで当たり前、これも当たり前なんですけれども、じゃあどういうふうな、手順というか、データベースに登録されるまではどういうふうになってるんですかと。いうのを紹介したいんですけれども、まあ、一般的に、シーケンスをじゃなくてもいいんですけど、まあ、実験してデータが出ます、写真が出ます、データが出ます、表が出ます、いろんなデータが出たら、大体、まあ、論文だったり、症例報告だったり、いろんなフォーマットでですね、こう、パブリッシュする、もしくは、何がしかの役に立てるというようなことをするかと思うんですけど、さっきのサンプルからフィギュアの、流れですね、DNA 読んで、シーケンスして、データ解析して、表ができました。フィギュアができました。で、フィギュアができたらどうするかというと、フィギュアができたので、それに論文書いて、論文サミットして、論文のサミット、リバイズ、書いてきたのリバイズして、それをパブリッシュになって、みんなでビール飲んで、お祝いをしてというところまでが、皆さん求めてるところかと思います。お酒が飲めない人はパーティーだけです。ということでですね、こういうふうに思ってるかもしれないんですが、実はそうではないというのをここでお伝えしたくて、ね、何が違うかと言いますと、フィギュアが出ました。フィギュアを書いて、論文を書いたら、論文を投稿する前に、シーケンサーのデータはデータを登録しなきゃいけないんですね。で、データを登録して、データを登録した番号と一緒に論文をサブミットして、パブリッシュして、飲み会というふうになるわけです。この中に、次世代シーケンサー、新型シーケンサーのデータを登録したことがある方いらっしゃいますか？いない。はい、ありがとうございます。これは、ちょっとですね、今日一番大事なところなんですけれども、ここはですね、ここにありますね。ここほとんどの論文誌というふうに書いてありますけれども、先ほど最初、午前中の講習でですね、オープンデータ、オープンアクセスっていう話があったかと思うんですけれども、研究のデータはちゃんとオープンにしましょうというふうに言ってるところで、まあ、ゲノムに、まあ、ゲノムというよりかは、まあ、DNA シーケンシング、新型に限らないんですけど、昔だと、DDBJ とかですね、データを登録していたかと思うんですが、
新型のシーケンサーもその例に漏れずですね、大体どこのジャーナルでも、こういうシーケンスをしたら、データをちゃんとパブリックに誰でもと、アクセスできるところに登録して、それから論文の中にその番号を書いて、ここに行けばデータがアクセスできますよっていうふうにちゃんと書いてからサブミットしてくださいねっていうふうに言われます。で、じゃあそのサブミットをすると、じゃあ論文書く前にみんな配列のデータを出てきたら、どんとこう登録をして、じゃあそれで論文ポンと、いけるかと思うとですね、ここが今日一番大事なところなんですけども、配列のデータの登録は思ってるよりもむちゃくちゃ大変です。本当に今日もしどなたかいらっしゃったら、その大変さを語ってもらいたかったんですけど、本当に大変です。私も登録してるんですけど、で、日本だとですね、登録窓口 DDBJ、三島にあります遺伝学研究所に、あるセンターですけれども、DDBJ が専門のアノテーターさんがいましてですね、データの登録を、助けてくれて、なんかわからないところがあったら教えてくれたりとかするんですけども、結構時間がかかってですね、で、データを登録してアクセッション番号っていうその番号、登録番号をもらいたいんですけど、それをもらうのに数日かかったりとかですね、お休みが続くともうちょっとかかったりとかすることがあります。で、なかなかこれを知らずにですね、論文をさ、急いで投稿だ、これに間に合わせるために投稿しようと思ったら、データを登録しろって言われて、で、データ登録するのになんかこう、1日で発行してくれって言われても、そんなの無理ですって言われて、結構ドツボにはまるとかあるんですね。で、私は DBCS って別のデータベースセンターにいるんですけど、ここの DDBJ の人たちと一緒に仕事をしてて、よくあるっていうふうに言っていたので、なかなかやっぱりこのデータの登録が大変だっていうのは意外と知られていないのかなと思っています。で、大体やっぱりシーケンスとかの、実験をしてから論文を書くまでって結構間が空いてしまうことも多くて、で、投稿するときに、じゃあ、この部分はどうなんですかとかって、あのデータさんに聞かれてもわからないみたいなことになることもまあまああるので、おすすめはですね、データ論文投稿する前ではなくて、データの、解析とか処理をする前とかしてるときとか、そういう余裕のあるときに、登録をしておく方が、いいと思います。で、登録するとすぐにもう全世界に向けて公開されるわけではなくてですね、原則2年間というふうに、注釈あるんですけど、基本的に任意の期間は、プライベートに、まだ公開するの待ってくださいって。でも登録はしてる。だから番号もあるっていう状態に、しておくことができます。なので、これからシーケンスをされる方とか、今シーケンスをしてる方とかですね、ロンデータを登録するっていうような、ことが、将来的に起こるかもしれないので、ちょっとでももし覚えておいていただければ、データ登録したくないって言っても、データ登録しないと論文受け入れませんみたいなこと言われちゃうんで、なるべく早めに登録することをお勧めします。で、じゃあ登録っていうふうに、言ってますけれども、どこに登録するんだという話なんですが、ここで最初に一次データとか二次データとか言ってたところに戻ってくるんですが、基本的にその論文誌とかが求めている、プライマリーデータっていうふうに、英語だと、言いますけれども、一次データを、データ登録してくださいと言われて、で、大きくその行き先は2つあってですね、で、個人を特定可能な情報を含む、人のデータであったりとか、それに関連するデータであると、もう誰でもアクセスしていいよっていうふうに言うわけにいかないので、それは別の、専用のデータベースというか、データレポジトリに登録されます。で、それ以外のデータは、オープンアクセスデータというふうにして、データのレポジトリに登録されます。で、まずじゃあ、誰でもアクセスできる方、オープンアクセスデータの方なんですけれども、こちらは、シーケンスリードアーカイブっていうですね、SRA って略して言うんですけれども、ここに新型シーケンサーのデータは、登録してくださいねっていうふうに、言われることが多いです。で、ちょっとまた略語続きなんですが、この SRA っていうのは、運用しているのはインターナショナルヌクレオタイドシーケンスデータベースコラボレーション ENSDC っていうところが運用をしています。で、これは具体的な組織というか、何か、そういう研究所があるわけではなくて、この NSDC っていうのの実態は、アメリカの NCBI ですね、それから、ヨーロッパの、EBI、
それから日本の DDBJ の3つの機関が、協力して、この INSDC っていう協力体制で SRA をと、運用していると。なので、日米欧の、3つの機関が、協力して、この次世代新型 CK さんの、データベースを、運用しているということになっています。で、データの登録とか、そこに登録されたデータの検索っていうことを、やるわけなんですけれども、3つの機関がそれぞれ、別々に、システムを、公開しています。で、例えば、これ、1個ずつ、スクリーンショットが貼ってあるんですけども、一番上のこのブルーのやつが MCBI の SRA のページですね。で、それからこの緑色のやつが、EBI の、これ ENA って書いてありますけども、横に、どこかな？ここじゃないな。ここから検索すると、新型 C 検査のデータが出てきます。それから、これ3つ目、オレンジ色の部分が、DDBJ の、SRA になります。で、どこからでも登録できますし、どこからでも検索はできるんですが、登録されたデータは全部、3つの機関でお互いに後ろでこう交換しているので、どこで検索しても基本的には同じデータ、基本的にというか、全部同じデータが、出てくるというふうに考えていただければと思います。で、それぞれちょっとずつ検索の機能とか癖が違うので、使ってみて、使いやすいところを使っていただくとかでも、構わないと思います。ただ、検索はどこでもいいんですけど、データ自体はそれぞれの、サーバーに置いてある。これはアメリカのサーバー、これはヨーロッパのサーバー、こっちは日本のサーバーと置いてあるので、データのダウンロードをしようっていうときは、データ大きいケースが多いですので、DDBJ からダウンロードする方が、一番手っ取り早いといえば手っ取り早いというか、早くダウンロードできると思います。それでですね、じゃあ、ここの3つの、組織が共同して、SRA というレポジトリを、やっていると。で、そこにデータを登録しなければ論文が通してもらえないと。で、そこに、データを登録するのはなかなかに骨が折れるというふうな話を、させていただいたんですけれども、じゃあ実際データを登録するっていうふうになるとどうなるんですか。で、それ登録されたデータっていうのはどういうふうに見たらいいんですか、どういうふうに検索したらいいんですかというような、ことがですね、あると思うんですが、それをこれから説明します。512345って、書いてあるんですが、これが、簡略化したデータの登録方法になります。まず何をするかというと、まずアカウントを作らなきゃいけないんですが、アカウントを作って、データのファイルをアップロードします。で、これで終わりに、できればいいんですが、全然そういうわけにはいかなくて、で、なぜかというと、新型シーケンサーから出てきたデータだけを見ても、じゃあこれが何の生物種から読まれたシーケンサー、シーケンスなのか、シーケンスの機械は何を作ったのか、いつやったのかとか、そういうことは全然わからないわけですね。なので、そういう、データに対してのデータ、メタデータっていうふうに言いますけれども、これを全部、登録していかなきゃいけない。で、そのメタデータもですね、例えば Excel とか、ワードとかにこう全部ダーッと書いて、ポンと、添付すれば、いいじゃんというふうに、思われる方も、ひょっとするといるかもしれないですけど、そういうわけにはいかなくて、これだけ2345、234ですね。これだけ別々に分けて登録をしなきゃいけないというふうになっています。で、順番に、これ見ていきます。まず最初にバイオプロジェクトっていう、単語が出てきました。このバイオプロジェクトっていうのは、これまた別の、データベースといえばデータベースなんですが、プロジェクトについての、情報を登録する。このシーケンスをしたのは、どういう目的でやられている研究ですっていうようなのを簡単に書くような、例えばプロジェクトの名前は何ですかとか、誰がやってますかとか、そういうような情報をまず作って、それを登録する。で、そのプロジェクトで使ったサンプルを、バイオサンプルっていう形で、登録する。ここで使ったサンプルは、例えば人の、バイオ細胞の、どこそこの、ものですというようなものを例えば作ります。で、その後に、じゃあそのサンプルを使ってシーケンスをした実験について、エクスペリメントっていうレコードを作って登録します。これは、シーケンサーは何を使いましたとか、シーケンサーの主役で、例えば、ペアとシングルとかあるんですけど、何を使いましたとか、例えば、ホールゲノムですか、RNA セックですかとか、そういう情報を登録します。
で、さらに、で、この実験でやったシーケンスの欄の、情報、まあ、このファイルが出てきましたよとか、そういう、情報を登録するということをやります。で、これをやって、で、それぞれのですね、登録に、形式というか、こういうふうに書いてくださいね。例えば日付はこういうふうに書いてくださいねとか、そういうような、ガイドラインみたいなのがあるので、それを検証をパスすれば完了。そしてやっとここで、アクセッション番号がもらえると。で、これがあれば、論文中にこれを書いて、ここにデータを登録してますよっていうふうに書いて、サブミットできるというふうになるんですけれども、ここまでがもうバラバラにやってて、どこに何を書けばいいのか、何をどう書いていいのかとかっていうのが結構大変で、データが登録が大変だというふうに言ってるのはこういう理由なんですが、なんでわざわざこんなバラバラにしてるのかっていうと、これもまあ、どっちかというと、そのまあ、研究者の側の都合ではなくて、データベースの側の都合になるんですけれども、こうやって別々にちゃんとサンプルの情報を、例えばプロジェクトの情報というふうに個別に分けて、置かないと、全部一緒くたにしてしまったときに、検索をしたりとかですね、他の似てるデータと、同じ例えば同じサンプル、同じ培養細胞を使ったし、データを取ってきたいっていう時に、全部ぐちゃぐちゃに書いてあると全然どこに何書いてあるかわからないので取ってこれないと。そうすると、せっかくデータを登録したって意味がないというふうになってしまうので、こうやって別々に書かなければいけないんですが、まあ、ちょっと控えめに言ってもちょっと大変なので、まあ、だんだん良くはしていこうというふうにしてはいるんですが、まあ、でもそれでも結構大変です。で、こういう流れというか、もうこういう形で、データに対する情報は別々にこう分けられて登録をされるというふうなのを、覚えておいていただいて、で、しかもこの登録するものが別っていうことは、そのアクセッション番号だけではなくて、それぞれのこのレコードにもこう ID がついてくるんですね。なので、そういった、ID を、理解するというか、そういうものがあるんだというのを、知っておいていただけると、データベースにアクセスしてデータを取ってくるときに、随分楽になります。例えばですね、これ上で説明したものに、対峙ではないですかね、対応しているものなんですけど、例えばプロジェクトの情報、これバイオプロジェクトっていうふうに言われているものなんですが、例えばこれ ID は PRJDA38027 とかっていう ID がついている。で、サンプルの情報はバイオサンプルとして登録されるんですが、SAMD0001635 さん。で、実験の情報は、DRX0000001 と。で、ランはこれと。っていうふうに、こう、バラバラに書いてあって、全部 ID も違うんですが、実はこれ全部同じ、一つのシーケンスの、データの一つのプロジェクト、まあ、一つのサンプルの、関連する ID で、全部同じなんですね。例えばこれ、プロジェクトの情報っていうのをちょっと見てみようかと思うんですけれども、つながるかな。ちょっと重いですね。はい、出てきました。これは NCBI のサイトに行ってますけれども、これ、慶応大学だったと思うんですが、納豆菌の、ゲノムのシーケンスをしたプロジェクトになります。で、ここプロジェクトの情報が書いてあってですね、まあ、これはタクソノミー ID とか書いてあったりとか、あとはパブリケーション、これ論文何か出ましたとか、慶応大学、2010年にサブミットされましたとか、そういった情報が、書いてあります。パブメドだったらどうとか、ここリンクがいっぱい貼ってあるわけですね。で、じゃあ、一個一つ前のところに戻りまして、サンプルの方と見てみようかと思うんですけど、これさっきの今のプロジェクトのところにも書いてありましたが、納豆菌。書いてありますね。納豆に、もので、で、ストレインの名前とか、まあ、サブスピーシーズとかいろいろ、まあ、コモンネームとかですね、書いてあります。で、これに関連するバイオプロジェクトはっていうふうにあって、先ほどの、同じ ID がここに書いてあるわけです。で、またこれ違うページに行くんですけど、これ、今度は実験の情報をじゃあ、DDBJ のページで見てみると、こんなふうにいろいろ書いてあります。で、これも納豆菌のゲノムのシーケンスですというふうに書いてあって、で、これ実験で例えばどのシーケンスを使いましたかとかっていう情報ですっていうふうにさっき
説明してあるんですけども、ここ書いてありますね。イルミナのシーケンサー、イルミナゲノムアナライザー2、さっきの表の左下の方にいたやつですけど、こういう条件で実験をしてますというのがここに書いてあります。で、さらに、じゃあそのシーケンスから出てきたデータの欄の情報はどんなかというと、DDBJ のページだとこれ最初の方はこんな感じですというふうに、配列の情報が出てくるんですけれども、こういった感じで見れます。で、こうやっていろんなページが出てきて、いろんな ID が全部出てくるんですけど、全部これ納豆菌の一つのシーケンスのデータに紐付いている情報になります。で、かなり、ちょっとウグという感じになって、検索しても、じゃあ何から検索したらいいんだよっていうふうに、わかんなくなっちゃうこともあるかと思うんですけれども、こういった、それぞれ別にあっても、くっついてる ID が同じであれば、同じデータですよっていうのが、わかればいいかなと思います。で、論文の中にですね、どこにデータがありますよっていうふうに、書く場合にも、例えば、プロジェクトの ID を書く場合もありますし、こういう実験の ID がサプリメンタリーに書いてあったりとかっていうことも、いくつかあるので、こういう、全部の ID が、どの ID がどの ID でっていうのを、わからなくても、例えばこの ID をですね、コピーして、検索するっていうふうにしてあげれば、出てきますので、そういった形で、なんか ID っぽいなと思ったら、検索するっていう雑な やり方でも、ちゃんとデータにはたどり着くことができます。で、結構複雑で、データ探してると途中でめげそうになって、これとこれは同じなのか違うのかっていうのがよく分かんなかったりするんですけれども、そこはちょっとしょうがないというと、身も蓋もないんですけれども、こういうものだというふうに、検索していただければと思います。で、ちょっと気がめいる話なんですけども、次に行きます。で、さっきのデータは、オープンアクセスデータっていうふうに言ってまして、誰でもアクセスができる。さっきの納豆菌も別に、自分、ユーザーの登録なんか何もしなくても、検索すればドンと出てくるようなものだったんですけれども、例えば、既往歴がついていたりとかですね、難病の患者さんの、ゲノムのデータであったりとか、希少疾患のゲノム、患者さんのゲノムのデータであったりとかですね、個人が特定可能な情報が含まれるというような場合には、誰にでも見ていいですよ、ダウンロードしていいですよというふうにいかないので、コントロールドアクセスデータとして登録することになっています。で、ここはですね、ファスト Q のデータだけを登録するのではなくてですね、例えば変異の情報のサマリーを登録するということもあります。で、これもですね、3つ、NCBI、EBI、それから日本、3つのデータベースがありまして、最初のこれが、NCBI の DB ギャップっていうふうに言われるものです。ジェノタイプ&フェノタイプでギャップ、DB ギャップですね。で、こっちが、ヨーロピアンゲノムフェノムアーカイブって言って、EGA っていうデータベースになります。で、3つ目がこれが JGA。で、この JGA を、運用しているのは、この講習会を、主催している N、あ、これ NCBI になってますね。すいません。NBDC です。で、NBDC の方でも、そういうコントロールドアクセスのデータを、受け入れて、公開するということをやってまして、NBDC 人データベースということでやっております。で、実はこの NBDC の人データベースは、データの、登録管理の部分では、DDBJ も、協力をしてますので、先ほどの、オープンアクセスの件と同じく、日米欧3カ国で、大体同じ組織がやっているというふうに、考えていただければいいかなと思います。で、じゃあこのコントロールドアクセスデータっていうのは、もし人の研究されてる方いらっしゃると思うんですけれども、ここに使いたいデータがあるぞと、例えば今ですね、ちょっと見ていただければいいんですけれども、例えば NBDC の人データベースですね、
ここに下の方に行っていただけると、今利用可能な研究データ一覧というふうにあって、で NVDC の方では全部が全部、コントロールアクセスではないですね。で、誰でも使えるようなデータも置いてありますし、アクセスできないものはできないというふうに書いてあります。ここかな？あ、ここですね。制限のタイプが書いてあります。制限公開というのは誰でも使える。で、制限タイプ1というの、これは制限公開なので、ちゃんと許可をもらってやってくださいねっていうものなんですけども、でもこうやって、ちょっとすいませんね。ブラウザの表示が読みにくいですが、ここにいくつかこう書いてあって、どういうデータがあるか。例えば NGS の RNA-Seq のデータがありますとか、Exome のデータがありますとか、っていうのがここに書いてあってですね。で、これで、ちょっとこのデータ実際に自分の研究に使ってみたいぞというようなことがあったら、じゃあどうするのかっていうことなんですが、これは先ほどの SRA みたいに、全部一括で、管理されてるわけではないので、データベースごとに、アクセスの方法が違うんですね。で、これはちょっと私も実際にこう許可をもらって使うっていうようなことをしたことがないので、受け売りというかで、ウェブサイトの、手順の、ページの受け売りになってしまうんですけれども、まず最初の NCBI の、DBGAP の場合は、NIH、National Institute of Health、アメリカ合衆国の NIH の審査を、受ける必要があります。で、次に EBI の方はですね、EGA の場合は、これは、一括で、この DBGAP のように一括で管理しているわけではなくて、データを、登録した組織団体ごとに、データアクセスグランティングオーガナイゼーションっていうのがあって、ここから、審査を受ける。ですので、このデータ、いくつかデータがあったときに、それぞれこうアクセスしたいときに、問い合わせ許可をくださいっていう先が違うっていうのが、DBGAP と違う。ところです。で、JGA の場合は NVDC 人データ審査委員会というものの審査を受ける必要があるので、登録の申し込みっていう形で、こういう研究に、この期間使いますっていうような、申し込みをするというふうな形になります。で、そういったことを、して、こういうデータが、使えるようになると、いうことになります。で、ここに、あるデータは、必ずしも生のデータだけではない。一次データだけではないんですけれども、最初の、オープンアクセスの方ですね。この3つ、オープンアクセスデータとして、SRA というふうに紹介したこの3つ、どこに行っても同じものが出てきますっていうふうな、紹介をしたところなんですが、ここは全部一次データしか入ってない。つまり、シーケンサーから出てきたリードの情報のそのまんまのデータが入っている。そこからつなぎ合わせて、復元をしたり、リファレンスゲノムに、アライメントしたりとかっていうことは、してないデータが、取れるということになっています。で、それでここで一次データレポジトリというふうになるんですが、ちょっとわかりにくいので、ちょっと見てみましょう。さっきプロジェクトがサンプルがこう、実験がランガーとかっていうふうに、言ってましたですね。分かりにくいって、紹介しておきながら分かりにくいっていうのもちょっとどうかと思うんですが、こうやってデータが出てくるかと思うんですが、このところに行くとですね、LAN の情報ですね。LAN の情報のところに行くと、さっきのところで、ちょっと見づらいんですが、ここの右側のところにですね、この FASTQ-SRA っていうリンクがあります。で、このファストキューっていうのが、最初にですね、図で説明したいっぱいデータのフォーマットがありますって言った時の、一次データのフォーマット。ですので、これはシーケンサーから出てきたリードの情報で、まだリファレンスに、つなげてないただの断片の情報がだーっとこう出てくるような、フォーマットになります。で、これが、SRA に登録をされているので、で、ここから検索をして出てきて登録、利用できるデータっていうのはこのファストキューの形式になります。で、最初にもちょっと説明をしたんですけれども、その後にじゃあ計算を、ソフトウェア使って、計算をしなきゃいけないというふうな形になるんですけれども、計算はいろいろソフトウェア使わなきゃいけないから、ソフトウェアの使い方を覚えなきゃいけないとか、コンピューター用意しなきゃいけないとか、いろいろあるんですけれども、
じゃあそれをしないで、その解析をした後のデータがこう登録、置いてあるデータベースがないんですかっていうと、ちょっと前までやっぱなかったんですね。で、なぜなかったかというと、みんないろんなソフトウェアを使ってこう解析をしてて、で、どのソフトウェアでやれば、みんなが信頼できる結果が出てくるという、いわゆる鉄板の、解析の方法っていうのが、まだ確立していなかったっていうのと、あとはシーケンサーの、精度が、シーケンスの精度が低かったので、まあ、そのままデータを使ってもっていうようなことがあったり、まあ、いろんな要因があるんですけれども、あんまりそのなかったんですが、最近本当にこの1、2年ぐらいで、このシーケンスリードアーカイブっていう最初に紹介したオープンアクセスのですね、データベース、誰でも使えるので、そこに登録されたデータを、あらかじめ、解析をして、解析した結果をダウンロードでしたり、ブラウザで見れたりっていうような、データベースがいくらか出てきています。で、ここからはそれをですね、紹介していきたいと思います。で、ここからはですね、皆さんにももしよければ、ウェブサイトというか、まあ、コンピューターで、アクセスしながら、見ていただければいいかと思うんですが、その前に、何かここまでで分かりにくいとか、これは何だとかっていうのがあればお聞きしたいんですが、何かありますでしょうか。はい。すみません、衝撃的な質問かもしれないんですが、一次データの登録に関して、最近次世代シーケンサーを外注ですることもあると思うんですけども、そういった場合にはどのようにすればいいんですか？はい、ありがとうございます。よく受ける、大変いい質問だと思います。ありがとうございます。外注でですね、外注先にもよるとは思うんですけれども、大体まずそのシーケンサーから出てきたファスト Q の生の一次データと、それから、まあ、そこからもし解析も一緒にやりますっていうサービスであると、その解析のデータっていうふうなのが一緒に出てくると思うんですが、外注先から登録してくれるっていうのはちょっと聞いたことがないので、それが返ってきた段階で、自分でデータの登録をするっていうふうになります。ですので、まあ、ここの部分ですね、データが返ってきて、で、まあ、サンプルの情報はご自身でお持ちかと思うので、どのシーケンサーを使って、どういう、シーケンスをしましたかっていうのは、データ登録するときに必要っていうのは、多分外注先のシーケンスされるところも分かってると思うので、その情報をくれって言ったら、多分この辺のデータをくれるので、その情報をもとに、DDBJ に行って、まあ、ポチポチ、入力して登録することもできますし、Excel のフォーマットがあるんで、それを落としてもらって、それを埋めて、登録するというのもできます。ひょっとすると、私は存じ上げないんですけど、もしかするとこれの登録までやってくれるところもあるかもしれないですが、ちょっと聞いたことがないので、いずれにしてもやらなきゃいけないようにはなると思います。はい。はい。ありがとうございます。ですので、やっぱり外注すると、この辺の、例えばシーケンサー何使ったかとか、試薬のこととか分かんないよって結構なってしまって、で、しかも外注したのが遠い昔だと、こう、論文出す前に聞いても分かんないって言われちゃったりとか、例えば共同研究先に任せてシーケンスをしちゃったから、データ登録してねって言われても分かんないみたいなことは結構よくある話なんですよ。まあ、それもサンプルを登録するのが大変だからっていうのはあるんですけれども、この辺の情報を、まあ、特にまあ我々のセンターとか、まあ、DDBJ とかでも、なるべくこう分かりやすく、事前にどういう情報がまとめてあればいいかっていうのは出すようにはしてるんですけど、まあ、DDBJ のページに行くと、データの登録のもっと詳しいやり方とか、どういう情報が入ってくださいねっていうのが全部書いてあるので、そこを見ながらとか、もう分かんなかったら DDBJ にメールでこれでいいのかって聞いてもらうっていうのが一番いいと思います。日本語で聞けるのは日本人の特権だと思うので、この件に関してすごい大変なんですけど、まあ、DDBJ は英語でも日本語でも対応してくれますので。他に何かあれば。はい。同じくデータの登録についてなんですけども、最近今、幸いというか、自然資源のデータを使って、あるミュータントの遺伝子が同定できましたけども、出せちゃったところなんですけど、配列データ登録しなかったんでおっすが、と。例えば、雑誌屋からも特に何も言われなかったあ、そうんですか。ですけど、例えば後から要求されるなんていうことがあり得るかということ、まあ、あるいは後からでもした方がいいのか。
はい、ありがとうございます。私としてはポジショントークなんですけれども、ぜひしていただきたい と思います。で、後から要求されるっていうことは、ジャーナルからはその段階でなければないんじゃないかなと思うんですが、読んだ読者から問い合わせが来るケースはあり得ると思います。で、その場合にそのデータをボンと渡して終わりというわけには多分いかないので、どのみちこういった情報をまとめてそのくれって言った人にあげるとか、共同研究した時にあの時のデータがどうのとかって言われたりとか、するので、ぜひ登録していただきたいんですが、ちょっとロング出ちゃったらこれを乗り越えるモチベーションもなかなかないかなという気もするんですが、どれぐらいシーケンスされました？何サンプルぐらいされました？あ、3つですか。大丈夫です。いけます。登録してください。ぜひそこは、データ登録していただければと思います。そうですね。後から要求されるっていうのはちょっと聞いたことはないですね。ただ、最近だと、科研費の、要項でデータちゃんと登録してくださいねって、義務ではなくて強制ではないんですけど、データちゃんと登録してくださいねっていうふうなのが書いてあったりとか、あとグラントによっては絶対登録してくださいっていうふうに書いてあるものもあるので、これからの練習だと思って登録していただければと思います。はい。そうですね、今の話に関連してなんですけど、日本だとまだそんなになくて、でもやっぱりそのデータをちゃんと出して流通させていこうって、同じデータを使って、例えば私とかもいろんな方が出したデータをこう全部もらってきて、でそれをこうメタ解析をしたりとかよくやるんですけれども、そうやってたくさんデータが増えれば増えるほど分かる、これから説明する話にも関連するんですけど、増えるとすごいありがたいっていうのと、あとそれをやりましょうっていうふうに、ファンディング側、例えば日本だと文科省とかですけど、US だと、NIH とか NSF とかが、NSF？ そう。がですね、もうグラントにシーケンスをした場合は48時間以内に登録しろとか、例えば書いてあったりするんですね。で、なのでもうみんなヒーコラ言いながら登録するとか、よく登録するときはもう出てきたらもう自動的に登録されるような、こう、ソフトウェアをなんか自前で作ってたりとかするぐらいなので、今後3、4年、5年ぐらいでは日本もそうやって、今、文科省の方とかでもオープンデータの推進とかっていうふうにやられてるので、こういったところは、どんどん進んでいくだろうなというふうには思います。なので、そういうもんだと諦めてもらうという、そういうなんかちょっと後ろ向きな あれもモチベーションも良くないと思うんですが、出すといいことがあります。どんないいことがあるかっていうのをちょっとこれから、説明したいと思います。他にないですか？他にもしあれば、データの登録とかってなんか気になることがあれば今答えしようかと思いますけど、大丈夫ですかね。そうすると、残り40分ぐらいですかね。で、二次データを含むデータベースということで話していきたいんですけれども、ここにちょっと書いてある文章そのまんまなんですが、先ほどの SRA のところに書いてあったものを再利用したい。再利用したいというのを具体的に何を言うかというと、例えば自分の、扱っているサンプルのすごく、同じもので別のシーケンスをしてる。例えばうちでは、RNA のシーケンスしかできなかったけど、こっちでは、転写因子の解析をやっていると。で、じゃあこのデータとこれ組み合わせたら、ゲノム、例えばゲノムブラウザでこう並べてあげると、この転写因子でここが活性化してるねっていう、ことが言えるねっていうことでデータを使いたいですというふうなのが例えばあったと思う。すると、細胞の株の情報とかで検索をして出てきたデータで、ダウンロードしてくるっていうふうにするんですけど、先ほど申し上げた通りデータをダウンロードしてきたものそのまま使えないので、それをじゃあ例えば人のゲノムにアライメントをします。で、アライメントしたものからどの部分が転写因子がくっついてたところですかっていうのを、解析をするっていう、ソフトウェアで解析する部分が、必要になります。で、慣れてる人だったらもうそんなのもちょいちょいってやっちゃえばいいのかもしれないですけど、それでもやっぱり計算に、例えば1日とか2日とか、サンプルが多いともっとかかったりするわけです。で、そこまでいくとやっぱりいくら
このデータ良さそうだなとか、例えば似た、目的でやってる論文が出て、この論文のデータちょっと使ってみたいなと思っても、ダウンロードして解析してっていうふうにやるとちょっと大変だなということは、今までもあって、それでも頑張って解析してた方もいっぱいいらっしゃったんですけれども、どうせみんなそれ使いたいと思ってるんだから、全部じゃあ、みんなが使えそうなデータを解析しようというような話が最近増えてまして、いくつか紹介したいんですが、最初のやつが、今日の午前中の最後の方でもちょっとメンションされてましたけれども、チップアトラスっていうデータベースで、すごい手前味噌で申し訳ないですが、これ私が、九大の、生産性研究室の方と、一緒にやってるデータベースになります。で、これは何のデータベースかといいますと、SRA の上で公開されて誰でもアクセスしていいですよっていうふうに、書いてあるチップセックのデータ、それから DNSSEC のデータ。だからこれは、転写因子の、ゲノムのどこにくっついてたかっていうような情報を、得るためのシーケンスですけれども、そのデータを、全部解析して、このウェブサイトから、見れるというふうにしています。で、これ、スクリーンショットなんですけれども、ちょっと実際にウェブサイトにアクセスしてみます。皆さんの方も、アクセスしてみていただければと思うんですが、ひょっとすると、あ、落ちているかな？あらら。ちょっと、これはですね、多分今皆さんがこう一生懸命こうクリックをしたことによってですね、僕の管理しているサーバーが今死んじゃったんだと思います。ちょっと立て直しますね。ということで、ちょっと一瞬5分休憩します。ごめんなさい。ちょっとその間、だらだら喋っていてもいいんですけど、どうしようかな。私、まだクリックしてくださいって言ってないけど、皆さんクリックしましたよね。しちゃいましたよね、多分ね。どうしようかな。すいません、じゃあちょっと3分、5分、休憩を入れていいですか？2時半からぐらい。はい。その間、お手洗い行かれても、飲み物飲んでも。
今、臨時で別のサーバーに同じものを立てたので、この52.19.8.116.1.41っていう、このアドレスを、ブラウザに入れていただければ、多分見えるんじゃないかと思うんですが、どなたかやってみていただけませんか？いけました。ありがとうございます。これなら多分大丈夫です。さっきのサーバー潰れちゃったんで大丈夫そうですかね。多分手元でもやったらつながるので、今度はしてないと思います。普段はこんなに何十人もの方が一気にアクセスするところではないので、ちっちゃい可愛いサーバーで 上げてるんですけれども、今ちょっといかつめのやつね、臨時で切り替えましたので、でですね、他にまだ立ち上げてない方がいらっしゃったら、もういいですか？大丈夫ですか？このアドレスに、大丈夫ですよ。待ちますよ。52.19.8.116.1.41にアクセスしてもらうと、先ほどの表示されなかったチップアトラスというページが出てきます。出てくるはずです。電気消してもらっていいですか？はい、すいません。ちょっとトラブって、先週は大丈夫だったんですけどね。なんで先週は大丈夫で今週は大丈夫じゃないのか。ですね、これがちょっとまた資料に戻りまして、もう一度、再度説明します。先ほど、繰り返しになりますけれども、公共データベースで公開されているデータそのままでは使えないものを、解析、こちらの方で解析をして、で、その結果を、公開するということをやっている、ウェブサイトに、なります。で、これ、4つ機能が、ありまして、で、それぞれそのデータを違う形で、ブラウズすることができるものになります。で、まず転写因子のデータを見たいというふうになったら、まずやっぱりどういう条件だと、どのゲノムのどの位置に、くっついてるかっていうのをブラウザで見たいっていうのが一番あるんじゃないかということで、最初に作ったのがこれなんですけれども、ちょっとすいません。見にくくない？大丈夫？見えるかな？これはですね、そのチップ、免疫鎮魂なので、使った抗原とですね、あとはそのサンプルの、細胞株の、種類ですね、っていうのを、選択していただいて、で、View on IGV っていうこのボタンがあるんですけど、これを押すと、多分この後の講習でも使うゲノムブラウザーですね、っていうのを、自分のコンピューターにインストールしておいていただけると、これで見れる。もしくは、その生のデータを、生のデータではないですね、その解析したデータのファイルを、ダウンロードするということが、できます。で、その時に、スレッショルドを調節したりとか、できます。例えば、ちょっと、皆さんお好きなものでやっていただいて構わないんですけれども、例えば、ここいろいろありますが、DNSSEC とかもありますが、転写因子にしましょう。転写因子にすると、この下の方ですね、ここをクリックすると、ぴょって、開いたり閉じたりするんですけど、この転写因子を選んでいただいて、例えば、PAU5F1、PAU3 を調べたいと。で、
で、そこで、まあ、再生、まあそうですね、幹細胞とかでどうですかということで。で、こっちもですね、細胞株のより細かいものを、例えば、ES の番号とかで選べるんですけれども、こっちとこっちのどっちかしか、選べないようになってて、それはなぜかというと、データが少なくなりすぎて何も見えなくなっちゃうからなんですが、例えばこっちを押すと、こっち元に戻っちゃうんですね。あ、こんな感じでエラーが出ちゃいます。で、じゃあこれを PAU5F1 で選んでいただいて、だからこれは PAU5F1 の、プルリポテントステムセルオールで、やって、で、これ今ですね、この IGV テゲノムブラウザ、私のところで立ち上げてるんですけど、皆さんのところでもし押してもらうと、IGV 立ち上げてくださいみたいなエラーが出るかもしれないですが、これを押すとですね、これ今ちょっと上の方で読み込み中で、もしかしたら皆さんと一緒にやると、来た。はい、出てきました。ここに、データが出てますね。で、このところで PAU5F1 の音と。よいしょ。ところを見に行くと、はい、ここに転写因子がくっついていると、おっとっとっと。で、くっついたところにこう重ねると、どういう、この先ほど説明したSRX という実験の ID が出てきますね。で、ここのこういう ID の実験のデータで、ここにくっついているのが出てますよというのが、例えばこうやって見れるというふうなものになります。もうちょっとこういろいろ遊んでみたいんですが、なかなか時間もないので、こうちょっちゃっと。いきますが、これがまあ、本当に単純なもの、選んでゲノムブラウザで見る。一つ、まあ、IGV っていうそのゲノムブラウザを自分の、そのコンピューターにインストールしてもらわなきゃいけないのがちょっとだけね、難点なんですが、それさえやってもらえればできます。で、これこの機能だけじゃなくて、チップアトラス全般の、話なんですけれども、ヒューマンとマウスと、ハエと線虫と酵母の、今は5種類の生物種になってます。で、本当はもっと増やしたいんですが、増やすとデータがなかなか揃っていなくて、こうやって見た時にデータが見えなくなっちゃうっていう、ことがあるので、なるべくデータの登録数の多いものから順次増やしていきたいなとは思っています。で、もしなんかこれをどうしても入れてくれみたいな話があれば、ぜひ、リクエストいただければと思います。リクエストいただいてもできないかもしれません。で、次に紹介したいのが、まあ、ターゲットジーンズ。これも本当に単純なんですけれども、例えば、じゃあこの転写因子が、ターゲットにしているものは何ですか？さっきの、PAU5F1 行ってみましょうか。で、まあ、プラマイ1キロで、ターゲットになっているものは何だというと、こうやって出てきてですね、このスコア順に、この、遺伝子が、上流下流に、制御領域にあると。いうようなものを出してくれるものになります。で、これスコアの見方はこの色で、見ていただいたらいいと思うんですけども、ここですね、横に並んでいるのが、これまた SRX って書いてありますけど、これが実験の、ID になります。で、中でこれ全部他のはちゃんと色がついてるのにグレーになって、ドーンと何にも出てなさそうな感じのものあるんですけれども、これはなんでこんな風になっているかというと、そのシステムの方で、抗原と細胞株だけ、こっちで、人間の手でですね、整理をして、やってるんですけど、中には、例えばシーケンスの、ミスと思われるようなものであったりとか、例えばサンプルの調整がうまくいってないようなものとかも紛れていたりします。で、まあ、原因はわからないんですけど、そういうようなデータが入ってくると、こうやって、全然、ピークが出てないよというふうに出るんですけれども、この全体のテーブルとしては、この、左にあるアベレージっていうふうに出ますけど、このアベレージの順番に相当して、で、その順番でこうやってスコアが出てくるというふうになります。で、こういうふうに、見ていただければ、例えばじゃあ実際にアベレージとしてはこんぐらい出てくるけど、実際に実験で、使われたデータの具体的な、ものではどういうふうになっているっていうのが、こうやって、見てわかるかと思います。
このテーブル1つ見ていただいても分かるかと思うんですけれども、同じ条件というか、これは厳密にあの細胞株が違うので、何とも言い難いですけれども、結構ばらつきがあります。当たり前ですけど、実験の生のデータを解析したものなので、例えばその転写因子のその制御の予測アルゴリズムを使ったとかではなくて、これは全部その実際にくっついていた実験のデータから出しているデータです。なので、こういうようなデータがたくさん出てくるので、実際にじゃあどこが本当に制御されているのかっていうのは、実験で確かめてもらうとか、元データを増やすとか、そういったようなことをやっていただくようなことになります。で、もしかしたらちょっとお気づきの方もいらっしゃるかもしれないですが、今ここブラウザの URL を見てもらうと、bioscience.dbc.jp って、これ NBDC の、URL になってます。さっきまでは数字の URL でした。今度はこっちになってて、これなんでかというと、こういうデータの解析の結果をですね、全部NBDC さんが、これたくさんデータがあるので、全部の結果を置いておくのはかなり、結構自分ではちょっと管理したくないなっていうぐらい大きいデータになってしまうので、その時に LBDC さんの、データベースアーカイブっていうサービスを使わせてもらって、このデータを全部 LBDC のサーバーに置いてもらって、でこうやって公開をしていくというような形になってます。で、消しちゃった。はい、先ほどのページに戻っていただくと、今、プイークブラウザ、ターゲットジーンズ、それから、コーローカライゼーションっていう、これは、ちょっとあまり時間を使うとあれなんで、これちょっと飛ばしちゃいますけど、これは抗原と、セルタイプを選んでいただくと、その、条件でですね、選んだ、こう、転写因子と、表記しているものを、これは東大の先端研の方が作ったアルゴリズムを使ってるんですけれども、表記しているものを候補として出してくるっていうような解析をして、このデータを見るっていうのができます。できるかな。ちょっと結果を見るだけ見れたらと思うんですが、はい、これもさっきと同じような感じで出てきますけれども、エクスペリメントの ID があって、コローカライゼーションしているパートナー、だから、パワー5F1 とパワー 5F1SOX2 とかナノグとか、よくいわゆる山中因子と言われているようなものが表記しているというのが、ここからデータで出てくるわけです。ここにもいくつか、これは全部実験と細胞株がバラバラなので、こういう形で出てくるんですけれども、こうやって実験のデータで、表記の、関係が分かるというような機能もあります。で、最後もう一つですね、四つ目にインシリコチップっていうのがあるんですが、これは何かというと、いわゆるエンリッチメント解析を、チップセックの実験データと、できる。例えば、ご自身で、遺伝子のリストとかを持っているとしましょう。で、これ、サンプルを使うっていうボタンがあるんで、もし、何もないとかで、サンプル使っていただいてもいいと思うんですけれども、この遺伝子と、例えばここで、設定した、リージョンで、エンリッチするものは何かっていうのを、出てくる。で、これはですね、サブミットを押し、まだ押してないですね。これ押してもいいんですけど、押すと、これは後ろでですね、遺伝研の、スーパーコンピューターの方に、計算を投げに行くので、ちょっと時間がかかるんですね。なので、今日ちょっとここでデモやらないですけれども、例えばここにですね、エスティメイティドランタイムって9分とか出てくるので、ちょっとこれ待ってられないのでやらないですが、もし興味のある方は、ここにご自身の、遺伝子のリストであったり、あとは、リージョンの情報ですね、ベッドフォーマットっていうフォーマットで、ゲノムの、リージョンの情報をダーッと入れていただいて、それと、比較するデータセットを、ランダムパーミテーションでやるか、ベッドのも、同じように範囲の情報を入れるかっていうことをやって、エンリッチメント解析ができると。いうようなものになります。もしこれもご自身の、ね、データでやってみたいという方があれば、ぜひ後ほど試してみてください。ということで、今の4つが、チップアトラスのデータになります。で、これは転写因子の解析の、
データを使ったものなので、まあ、ゲノムのデータとか発現のデータとかは全然何も入ってなくて、本当にチップシーケンスと、あとは DNA セックの、データをやったものです。で、これはまあこれでいい、これだけなんですが、今、ですね、発言解析のをやってらっしゃるという方がアンケートの方でいらっしゃったので、こっちもちょっとまた 自分の、仕事の紹介みたいになっても恐縮なんですけど、紹介します。これ WPGSA と、これもちょっとアクセスするとまた落ちちゃうかもしれないですが、皆さん押さないでくださいね。今から押しますね。つながりました。ありがとうございます。こういう、これちょっと、これもですね、計算にすごく時間がかかるタイプなので、デモはやらないんですけれども、これ何かと言いますと、入力に遺伝子発現のデータ、マイクロアレイのデータとか RNA シーケンスのデータを、ここにファイルで入力をすると。で、するとどうなるかというと、こういうテーブルが出てくるんですが、これが何かというと、その発現の、入力した発現情報はどういった転写因子の制御によって出てきたかっていうのを予測するっていうプログラムなんですね。で、発現のデータを与えると、じゃあその発言の後ろではどういう転写因子が動いていましたかっていうのを、出してくれるものなんですが、この転写因子の、制御を予測するのに、先ほどと同じく SRA のチップセックのデータを使ってる。だから例えば今までだったら、モチーフとかを、使ってですね、転写因子の、予測とかをやってたところもあったんですが、これは実験のデータに基づく推測なので、また、まあ、より正確というか、まあ、実際の実験のデータに、即した、結果が出てくるというのが、売りになってます。これは、理化学研究所の、川上さんという方と一緒に、やった仕事で、彼は多分もしかしたら最初に宣伝があったかもしれないですけど、統合の日っていう10月5日に、5日と6日ですね、にやるシンポジウムでも、講演されるので、もし興味のある方がいらっしゃったら、本郷の方においでいただければと思うんですけれども、こういった、ものと、これはさらに今のこのサンプルはですね、時系列の発現変動の情報を、これは川崎インフルエンザワイルスっていう、情報、データセットをですね、入れてるんですけれども、まあ、ウイルス感染してから、時系列でこう発言の変動、発言の変動があって、じゃあその変動を引き起こしている転写因子はどういうものかっていうのをここデータで出していて、で、これがヒートマップで見れるんですけど、まあ、こんな感じで、時系列でこう上がったり下がったりしているような情報が、分かるというようなサービスになります。もし発言とその、まあ、転写因子の解析とかされてる方がいらっしゃったら、こういう、まあ、公共データを、まあ、公共データの解析とかダウンロードが全然しなくていいんですが、実際にはこれ、公開データを使っているサービ、解析サービスになります。こういうものもあるということでご紹介しました。で、残り15分ぐらいで、今日、メタゲノムの解析とかされてる方いないというふうに伺ったんで、ちょっとこれは飛ばしちゃおうかなと思うんですが、まあ、簡単に説明、紹介だけしますと、これは、まあ、NVDC とか我々と同じく、統合データベースプロジェクトっていうところに、微生物統合データベースっていう、プロジェクトがあるんですけども、そこで、SRA で公開された、メタゲノムのデータを解析して、それを、ブラウズすることができる。例えばどういう生物種がいたかとかっていうようなものを、環境の情報なんかと一緒に整理してあるというようなものになります。だからこれも、自分で、一次データを取ってきて解析をするということをしなくても、ここに行ったら、解析済みのデータが見れるというようなものになります。でですね、これが今日の目玉というかですね、また一つ紹介したいサービスなんですが、これは、EBI、ヨーロッパのですね、ケンブリッジの、サンガーインスティテュートの横にあるところなんですが、で、そこが作っているレストフル RNA セックアナリシス API というサービスです。で、これは、シーケンスリードアーカイブに登録された RNA シーケンス遺伝子発現のデータのうちの、まあ、全部じゃないんですけど、264生物種の26万5000のシーケンスデータを、解析した、その結果のデータを、ダウンロードすることができますっていう
サービスになります。で、これがですね、ちょっと先ほどみたいなポチポチこう検索とかしたらパッと出てくるみたいなものではちょっとないので、ちょっとハードコアなサービスなんですけれども、API ってなんか皆さんもしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、アプリケーションプログラミングインターフェースって言って、ソフトウェアから人間がこうブラウザとかを使ってアクセスするのではなくて、ソフトウェアからこうアクセスするして、使うっていうことを、意図されたデザイン、システムですっていうことなんですが、確かにそれが便利なように作ってはあるんですが、なので見た目が全然綺麗じゃないとか検索できないとかいろいろあるんですが、でもブラウザで何もできないかというとそんなことはなくてですね、ここにこのドキュメントに書いてある通りにアクセスをすると、普通の、Google Chrome とか Safari とかでもアクセスするとデータが取ることができます。で、ここになんかこう何やら書いてあるんですけれども、この中で日常的にプログラミング言語を書かれている方いらっしゃいますか？いらっしゃらない。はい、ありがとうございます。何書いてます？あ、パールですか？ありがとうございます。もうパールで API 叩いたりとかやって、簡単です。簡単なんで、なんでこんなこと言ってるかというとですね、例えばたくさんサンプルがあるときに、一個一個こういうのをブラウザでこうポチポチやってはこうダウンロードして、ポチポチやってはダウンロードしてっていうふうにやってると、大変なので、それを全部例えばこう繰り返しでダウンロードずっと寝てる間にやってもらうとか、例えばそういうようなことがやりやすいようにここでは作ってあるので、もしなんか興味があるとか、ブラウザで触っててもうなんか100回クリックするの嫌だっていう方は、こういう、パールとかですね、Ruby とか Python とか簡単な言語があるんですけど、こういうのを使えば、もっと簡単にできます。という話なんですが、なんかそんなプログラミング言語とかなんか難しいですし、そんなことを、ちょっと興味あるけど覚えたけど時間もないっていう方もいっぱいいると思うんですが、全然、ブラウザでもできますという、ちょっと今までにない講習会なんですけど、これ。ですね、これ API というのはどういうふうにやってるかと言いますと、EBI の方にですね、エクスプレッションアトラスっていう、遺伝子発現のデータベースがあります。で、そのうちの一つの、機能としてですね、提供されているものなんですけれども、ここ4つ、データがありますっていうふうに書いてあって、アナリシス・リザルツ・パー・ラン、アナリシス・リザルツ・パー・スタディ、サンプル・アトリビューツ・パー・ラン、ベースライン・エクスプレッション・パー・ジーンっていうふうにあって、単純に言えば、解析の結果を欄ごとに取る、あとはスタディ、プロジェクトですね、プロジェクトごとに取る、サンプルの情報を取る、遺伝子ごとの、ベースラインエクスプレッションを取るっていうような、ことになってまして、で、これ私が運用しているサーバーではなくて EBI のサーバーなので、落としたら怒られちゃうかわからないんですけれども、皆様そっとクリックしても一緒なんですけどね、みんなで同時だったら一緒なんですけど、ここの多分ちゃんと頑丈に作ってあるはずなんで、このクリックしてみたらどうかな。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？皆さんクリックしてみました？つながらない、同じものが出た。はい、ありがとうございます。よかった。落としちゃったらごめんなさい、メールを書かなきゃいけない。これちょっと全部先ほど申し上げた通り、これがこう返ってきたら、これをプログラムで例えばこう必要なとこだけ抜き出してみたいなことをしてもらうために、こういう味も愛想もない感じの結果が出てきてるんですけど、よく見てみると、これ間に、スペースじゃなくてこれ本当はタブなんですけど、こういう間が空いている、表のデータになります。なので、これ例えば右クリックで、セーブアズみたいな感じにすると、保存することができて、で、例えば Excel とかで開くことができます。で、ここはちょっと、ターミナルを開いてくださいと書かれてあるけど、これは無視していいです。これはプログラミングをちょっとやってみたい人向けです。で、こんな感じの今、表が出てきたかと思うんですけど、これが、フォーマットの名前は TSV、タブセパレティッドバリューズっていうんですけど、これをコピー&ペーストだと、もしかすると
カラムがうまくならないかもしれないんですが、自分のパソコンに保存する、まあ、右クリックとかで保存してみるとかいうようなことを、できます。で、今何でもなくこの URL アクセスしてみてくださいねとかっていうふうに言っちゃったんですけれども、これ結構長い URL なんですが、この URL が、どういうデータが欲しいですっていう条件なんですね。で、さっきから私が使ってるあの遺伝子の名前、PAR5F1 っていうのを、ここで使ってます。で、これがまあホモ・サピエンス、生物種の名前。で、ゲットエクスプレッションっていうのは、これはドキュメントに書いてあるんですけど、遺伝子の、発現地を取りたいっていう時はこれを取る。で、50っていうのは、50個以上シーケンスをしているプロジェクトだけ出してください。TSV っていうのは、この表形式で出してください。っていうような命令がになっていて、なんかこの今の URL をちょっとずつ変えると、自分の好きなデータが取れるというふうになるわけです。例えば同じ人で別の遺伝子だったら、この最後の PAR5F1 のところだけ、まあ、ジーンシンボルで、変えてあげれば出てくると。もし、よければご自身の好きな遺伝子とかでやってみていただいてもいいですし、例えば、まあ、ホモ・サピエンスのところをマスムスケラスにしてマウスを取るとか、いろいろできるかと思います。で、まあ、ここで1個ずつ説明をしてますけれども、例えばこれをですね、ちょっとずつ変えたのがここにある例で、基本的にはほとんど一緒ですけど、JSON 形式っていう形式にしたいときはここだけ変えてあげる。で、LAN の絞り込みをやめるっていうときはここ50をゼロにするとか、それから別の遺伝子名にする、SOX2 って書いてみるとか、あとはムスムスキラスにしてみるとか、これ生物種変えるとシンボル名変えなきゃちゃんとデータがエラーで出てこなくなっちゃうかもしれないんですけども、こういうふうに変えてあげると好きなデータが取れてくると。で、まあ、ここのデータ、まあ、カラムのところは、ちゃんと、説明しませんでしたけれども、この上の方に、ですね、この使用書って書いてある、ここの、ページに行っていただくと、PDF が多分出てくるはずで、で、出てきたところに、これ、ちょっと、これも味もそっけもなくてあれなんですけど、リターンドフィールドって言ってですね、ジーン ID となんとって、これ、ミディアンエクスプレッションがどれぐらいとかっていうの、これ書いてあるので、これを見ながら、データを見てもらえれば、どういった発現があるかっていうのが分かるということになります。で、ちょっと時間がなくなってきたんですけれども、あとですね、この結果のデータのですね、最後の方にまた URL が書いてあって、で、これはオールサンプルアトリビューツっていうものなので、これも同じように自分のブラウザにコピペしていただくと、サンプルの情報が出てくると。で、サンプルの情報が出てくると、まあ、これちょっと表として見にくいんですけれども、どういったサンプルを使われたかっていうのが ID にそれぞれ書いてある。で、じゃあその LANID とか StudyID って書いてあったのは、最初の方に言ってたいっぱい ID がありますっていう、そのデータを登録した時の ID なんですけど、そのうちの LANID っていうのを使って、データが取れるかやってみましょうっていうのが、ここに書いてある URL です。で、これにまたアクセスしてみていただくと、ちょっとすいません、飛ばし気味なので、分かんなかったら前の方だけ見ておいていただければと思うんですが、今の通りにこう、ちょいちょいとこう、たどって、でやってみると、こういうふうに出てきてですね、FTP から始まる、データがあります。これ、ベッドグラフというのと、.bw っていうファイルがあります。これもしかするとこの後の講習で出てくるかもしれませんが、ビッグウィグファイルっていうフォーマットです。で、このデータも普通にアクセスしてあげると、データのダウンロードが始まるかと思います。で、これちょっとまたやって、データのみんなで一斉のでデータをダウンロードするとインターネット遅くなっちゃうので、ここではもうやりませんけれども、データをダウンロードして、先ほど私が使ってたのと同じようなインテグレーティブジノミクスビューアー、IGV ってやつですね、を使って、その落としてきたファイルを見ると、ゲノムブラウザ上でこうやって見れると。これは、開いたところですね。で、ファイルを選ぶっていうふうにやって、落としたダウンロードファイルを選ぶと、こうやってデータが出てきて、で、これをちょっと表示を変えたりとかしてあげるとですね、こうやって、例えば、これ、PAR5F1 の遺伝子の前に、こうやって、
発現がありますというようなデータが取れてくるというような形になります。ちょっとすいません、最後駆け足になっちゃったんですけれども、最初というか、こんなものをちょっととっつきにくいじゃないですか。ここをちょこちょこ変えるとテキストが出てくるだけで全然検索もなければ何にもないみたいな、ものなんですが、ちょっといろいろ試して見ていただければ、遺伝子名だったり生物種名だったり変えてみて、で面白そうなデータがあったら、ここの、インストラクションに従って、ゲノムブラウザで見てみるというようなことが、できるようにここ書いてますんで、もしちょっと探してみようかなっていうのがあれば使ってみてください。でこのデータを先ほどのあのチップシーケンスのデータと組み合わせると、発現と転写因子の関係なんかも見れるようになる。ちょっと工夫というか、これを組み合わせるのに、ちょっとしたあれもいりますけれども、基本的にはこういうことができるというふうに、覚えておいていただければと思います。で、時間になりましたのでそろそろ終わりたいんですが、最後にですね、データの解析についての Tips ということで、簡単に紹介します。データベース最初に一次データ、データダウンロードしてもその後解析なんかしなきゃいけないようなデータが入っているのが SRA ですよっていうのを、紹介しまして、で、そのアクセス誰でもアクセスできないデータは別のデータベースに入りますと。で、SRA のデータをそのまま使うのはちょっと大変なので、今だと例えばチップアトラスであったりとか、マイクロオブ DBJP であったりとか、EBI の、サービスであったりとか、解析した後のデータをダウンロードすることができるものもありますというのを紹介しました。で、その中ででもですね、全部が全部、欲しいものが解析済みデータとして公開されていることはないので、やっぱりデータの解析をやらなきゃいけないっていう、例えば自分のデータで解析しなきゃっていうようなこともあると思います。この後の講習で鈴木さんが、講習してくださると思うんですけれども、他にも分かんないことがあったらいろいろ最近はオンラインで検索するとたくさん、資料なんかが出てきます。で、この講習会ですね。この講習会は全部あそこで録画してまして、講演の資料と動画が録画されて、ここで、公開されてますんで、NGS の解析の、動画もたくさんあります。そういうのを見て勉強していただくのもいいですし、ハンズオン講習会っていうものがこれ8月に、あったんですけれども、こういう講習会の、資料を見ていただくのもいいと思います。あとは DDBJ がですね、オンライン解析サービスっていうようなものを提供してるんですが、それの資料なんかもオンラインにたくさんあります。あとですね、これ最後に宣伝なんですが、次世代シーケンサードライ解析用本っていうのがあってですね、これデータの解析のやり方を書いてる、こういう本がありまして、でこれはすごく、いい本です、私もちょっとお手伝いしたんですけど、あれかな。はい、Mac の買い方からちゃんと書いてあってですね、Mac の買い方もそうですし、ど素人の研究者でもない人に解析をやってもらったみたいな、研究者の妻のドライ解析日記とか、そういうようなちょっとピキーな感じのあれもあります。で、そういうなんか変な本かと思いきや、論文を出した方にその論文で使った図の書き方を教えてくださいっていう、記事なんかもあってですね、これがすごい何て言うんでしょうね、逆引きみたいな感じで、使いやすいので結構評判がいいです。あと、データベースの話でいくと、データの選び方ということで私もちょっと記事書かせていただいたりしてます。多分生協とかにあるような気がするので、もし気になった方は、あと日記が読みたい方はぜひ立ち読みでなくて買ってください。僕には全然お金入らないんですけどね。ということで宣伝でした。ということで、たくさんこういう資料はありますので、もしちょっと難しそうだなと思ってもチャレンジしたいなと思うと、こういう講習会であったり、いろんなメーリングリストとか助けてくれる人がたくさんいるので、ぜひチャレンジしていただければいいなと思います。以上で講習を終わります。ありがとうございました。